んにちは、かくすけです。やっていきます、マジカルバケーション。前回はレベル上げの回だったので、今回はね、もう先に進んじゃいます。頑張るぞ。勝てるかな、このメンバーで。熱い熱い。ここら辺はね、全部宝箱取ってます。で、こっから先だよな、問題。おっしーよ、ここら辺も取っ、ここら辺から取ってないはずモンスターいたけど、あ、君だけだったら簡単だと。どんぐりんこでいいでしょう。サイの力はね、 MP 隠す気はいっぱいあるから、クターンもかけてパチパチにしとこう。クルーズカスケード、うん、倒せなかった。あ、火を呼んだだけか。はーい、あとは適当に。オッケー、よしよし、お、よしよし、いいね。ヘリオン金貨ね。よし。で、ここからなんか出てくるんだよ。セーブしとこ。その後下に、あ、まだいけるか。うん、避けていこう。こっち側もあるんだね。おお、 MP の壺がある。うーん、いっかな。痛い痛い。うー、これもモンスターまみれだろうな。なんだこの子たち、久しぶりな感じがするぞ。あ、ラブの子ね、愛の子たちね。うん、じゃあ普通に攻撃しておこうかな。愛の子たちか。打撃か。あ、いや、打撃もそんな効いてないな。強そう。あ、強い。なになに？あ、回復か。こう、うえ、ずっそ。あ、あ、でも逃げた、敵が。敵、うん、なんかね、愛の子は結構逃げたりするからね。なんだと？強かったな。うん、この辺はいいかな。あー、またモンスターか。あー、なるほど。クルミンコ、いや松ぼっくりんこかな。うん、サイの力使ってウィッシュノクターン。うん、ライトニング使っちゃおう。そこに MP の子がいたからね、アシットスコール。あ、ガルは、ガルにはあんま効かないよ、アシットスコール。よし、削られてるなぁ。いいよ。うん、ボッグリンコ、サイの力、天使の微笑みでアダンシア回復してあげて、ライトニングもう一回、アシッドスコール。いいよ。うん、よしよし。29。今更バズを呼んだってね。イタチをパンチにしとこう。サイ、うんうん、コールウィッシュノクターン、パチパチでいいね。で、ブルーカスケード、よーし、大丈夫だよ。ヘリオン金貨ありがとう。うわ、モンスターばっかりだよ。ちょっと回復するべきだったな、これは。クルミンコ使って、サイの力、コールウィッシュ、ノクターン、パチパチでいっか。で、アクアグラスにしとこう。あー、ガルじゃん、片方。21。あ、でも効いたな、結構アクアグラス。あー、やばい、やられた。あー、強いよ。クルミンコ、微笑んで、ノクターン、アシッドスコールにしとこうかな。クルミンコで倒してくれ。あ、倒してない。頑張れ、
回復ペシを自分を回復して、よし倒した、よしよし。 6? あーよかった、呼ばれただけだ。あとはどんぐりんこでいいね。ふう、危なかったね結構。うん、あ、火のシールか。うん、17になった。ハモニック金貨ありがとう。ふう、アイテム。よし、で、セーブしておこう。なんだかんだでまだレベル上げっぽい感じになってる。ミミズグミ赤。あ、クォーツレンズ。クォーツレンズって、あ、うん、愛の子たちか。うん。お、よし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 、アリティ銀貨。敵かー。やばいなー、強いのが来たなー、いっぱい。うん、クルミンコを使って、クスケは、ダブルガルでもしとこう。コルビッシュ、いや、ガル敵にいるからダブルガルは危険だよ。サイの力にしとこうかな。あ、いや、ガル敵いないね。じゃあダブルガルしとこう。いや、普通にコールガルでいっか。コルビッシュで、マーチをつけとこうかな。で、フラッシャーを使ってブルーアシッドスコール。ね、やっぱコールを使っていかないとね、このゲーム性からして。よしよし、しびれてるね、いいぞ。にゃー、あーはー、 HP の低い2人を攻撃するとは、なんと小尺なサイの力。この子先に倒したい。微笑みでレモンちゃんかな。ハランシャーはノクターンで攻撃して、フラッシャーを使おう。アシッドスコール。あ、フラッシュあっち側に使うべきだったな、これは。うん、回復してあげて。眠ってくれて、よし、しびれたね。いいよ。あとは、サイの力。コルビッシュ、ノクターン。で、フラッシャーかな。アシッドスコール。いいよ、強いよ。やっぱね、6匹とか出られると苦しいね。サイの力でもいけるでしょう、これは。ノクターン、パチパチでいいかな。アシッ、アクアグラッセだな。あー、1匹になっちゃったか。アクアグラッセするほどじゃなかったな。38。あー、でも使って、もうあと一発だったのに。ありがとう、アランシア。いや、アランシア強いよ。うん、アランシアちゃん、ピスタチオくん。よし、あ、こっちは何もないか。オッケー、あとはそこを取って。うん、モンスターだったか。あ、2匹なら大丈夫と、クルミンコ、サイの力、ゴール、で、パチパチ、アクアグラッセでいいか。そこにね、ツボがいるから、どんどん使っていこう、MP。16。いいよ。あー、両方もう、無効化したね、動きを。じゃあ、ドングリンコで、サイの力。微笑むほどじゃないなぁ。あ、いっか、微笑んどくか。ノクターンからのパチパチ、アクアグラッセ。よし、倒したでしょ。よし、お、レベルアップだ。ちょっと久しぶりだね、レベルアップするの。いいよ、みんな上がっていくよ。よしよし、ガニック銀貨ね。よし、
セーブ。うん、はい、回復お願い。ありがたや。右側も行って、もうちょっと下も探索したいんだよね。こっちか。あれ、ここに来るのか。あ、ここへ回り込んでいけるんだ。へえ。そこに入ろうとしたら敵が出るんでしょ。緑でちょっと回復しとこうかな。うん、よし、行くぞ。ちょっとレベル上がったからね、倒しちゃう。よし、やっちゃうよ。クルミンコからの、ダブルガルしておこう。ペシュちゃんはコールしておいて、タナチーのマーチでブルーベリーを鍛えておく。ライトニングやテスラ呼ぼうかな。コールテスラ。いやでもそしたらフローが弱くなるから、パチパチしとこうかな。どっちが早かったっけ。レモンちゃん今回攻撃打撃でいきましょう。フロー、あ、ガル、しまったしまった、打ち消してしまう。ガルと水は、そうか、両方ダブルしちゃって、あ、ピスタチオがもうやられた。ちょっと失敗したけど、サイの力いくよ。ちょっとピスタチオを生き返らせてあげたいけど自分がやばい。あとノクターン使って、ノクターン後ろに使おう。後ろが強いんだよね。攻撃してアシッドスコール使っておこう。はあ、はあ、あ、でも打ち消しはもうなくなったね、これで。はあ、強いよ。やばい、フッカの尻尾使わないとね、これは。23、1、よし、これで結構。よし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 、トーストヒートフォンデュ、やばいやばい、生き返らせないと。ペシュ、今回ちょっと生き返らせのターンだな。ククスケと、ランシア復活させてアシッドスコール。大丈夫か、大丈夫か。はい、アシッドスコールで後ろを倒したいけど強いなー、敵呼んでるね。ククスケはサイの力を使って、ペシュちゃんはフッカの尻尾かな。いや、回復だな。青、ノクターンを一匹倒したい。ライトニングでこっちかな。でアシッドスコール。うん、これ結構いける。はあ、ペシュちゃん回復できないな、そうなったら。よし、倒した。ライトニングでそっちを攻撃、アシッドスコールを使う。やばい、やばい、あー、やばい、強い。アランシア、どうする。フッカで復活させて、ブルーベリーは自分を回復かな。やばい、あ、やられたか。もうダメ、もうダメ、もう私ダメ。あー、もう、アランシアはね、ノクターンで眠らせる、眠らせて、の、あー、あー、もう無理、あー、もう無理だよ、こんなん絶対無理だよ。いやー、ちょっと失敗だったな。手順が悪かったのかな。呼ぶだけで終わったけど、終わったけども、一発で倒せるとかならね、いいんだけどね。そうはいかんもんね。ノクターンね。あー、終わった、あー、終わった。うー、強いよー、強いよー。
あーちょっともう一回下探索しに行こう。あ、下ここに来るのか、そっか。いやー勝てないなー。もう一回頑張ろう、もう一回。よし、やろう。今回はね、フローとか間違えない。クルミンコで、いや、松ぼっくりんこ行こう。松ぼっくりんこ行くよ。は、サイの力でやって、ペシはウィッシュを呼ぶでしょ。で、マーチはいいと思うんだよな、やっぱ。で、ライトニング、うん、使っていこう。ブルーベリーはずっとアシッドスコールでいいかな。あ、でも全部後ろを先に倒すのもいいよね。いやクリアトーストとか使えたら使うべきなのかなこれ。いやーやばい、ブルーベリーがやられた。もう、あ、ブルーベリー元気だ、いいぞ。火に強いわけじゃないのにね。サイの力、微笑みはブルーベリーに使ってあげよう。バランシアがノクターンを使って、レモンちゃんがライトニング、アクアグラッセを後ろにかけよう、うん、どうだろうな。ポン、微笑み、いいよ。ノクターンでその子を攻撃して、アクアグラッセ、チチチン。うん、そんなに強くはないな。いや、ヒートフォンデュ来たー、もう。いやー、属性合わせてこられるとやっぱきついよー。フッカの尻尾、ノクターンで後ろをまずは倒したい。やっぱアシッドスコールかけるノバショット、うん、あ、眠った、いいぞ。オッケー、勝てる見込みが出てきたよ。サイの力、ペシュはフッカの尻尾を使って、ノクターン、アクアグラッセ、いや、いける気がしてきた。2匹倒したらね、おっと強いぞ。2匹作った、倒したらね、ずいぶん楽になるよね。呼ばれるトーストの数が減るから。ペシュちゃんちょっとね、応援であげようかな。ノクターンで寝てくれたらいいんだけど。あとはライトニングかな、フッカの尻尾かな、隠すけに。いやー、未だに回復が、あ、未だに復活がフッカの尻尾だけっていうのがきついんだよね。サイの力、ダブルガルしとくか。コールウィッシュ、いや、微笑みで回復してあげて、ノクターン、レモンちゃんな、どうしようかな。カエル組青、隠すけに。ふう、今回は呼び合いだな。眠って欲しかった。うーん、ダブルガルしたからサイの力で倒せるきっと。で、微笑みをかけてあげて、ランシャはノクターンで、フッカの尻尾かな。倒せない、まだ使われてないトーストは。もう MP がないね、ペシュちゃんね。ふぅ、サイの力、コールウィッシュかな。ノクターンで倒したい。無駄になっちゃうかな。ライトニング使おう。
で、アクアグラッセ倒して倒して、一匹メルティキッス、体当たり、コールトースト、トーストと呼んだだけか。倒した？倒してない。でもアクアグラッセで倒せる。よし、あとはクスケはサイの力、ペシちゃんが今のタイミングでピスタチオを呼んで、ライトニング、アクアグラッセ、コールトーストでもするがいいさ。ノバショット来たか。ペシちゃんがやられたか。ペシュがやられたらね、ピスタチオも生き返らないんだ。嘘。あーあー、経験値が。あー、まあいっか、勝てたなら火のシールに。うん、頑張ってくれたみんな、レベルアップだ。わあ、大変だった。こんなどうでもいいようなボス戦でね、どうでもいいってのも変だけど、こういうすごい見た目は雑魚的みたいな感じのボス戦に苦労したよ。あー強かった。カエル組、カエル組、あーセーブセーブ。はい、上書き。ピスタチオがな、最近やられてるからあんまり経験値がもらえてないよね。あ、いたいた、ついについにショコラがいたぞ。先生、さあもう逃げられないわよ、覚悟しなさい。くっくっく、この時を待っていたぞ。おま、あ、しまった。あー、運がないって言われたんだね。運がないのはあなたの方じゃなくて。しまった、大切なところを。私この子たちに魔法を教えてる先生なのよ、こう見えても強いのよ。くっ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 、少しは魔法を使えるようだな。だがそのうぬぼれが命取りだ。お前はこのマットマンの心を開かせるための生贄になるんだ。お前をじわじわといたぶり、こいつが恐怖と悲しみとで心に隙を見せたとき、俺はこいつと一つになる。脳ガキはいいからショコラを話しなさい。でないと痛い目に遭うわよ。教えてやろう、恐怖は突然にやってくる。例えばお前の魔法が少しも効かないと分かったとき、やってみろ、最高のパワーでこの俺に力を示してみろ。ええ、大丈夫？生きてる？いくらなんでも油断しすぎよ。こんな戦い方を見せるなんて教育に悪いわ。行こう、ショコラ。へえ、大丈夫かな。大丈夫ショコラ先生。カクスケ、あら、カクスケ来てたの。え、本当に大丈夫先生？大丈夫ですか？ショコラも大丈夫？みんなも無事ですのね。先生、なんかすごい魔法使いましたね。あれって光の魔法？先生って光系だったんだ。とにかく先生もショコラも無事でよかった。ショコラは無事だっぴか。他のみんなはどこだっぴ。あ、そうだ、ガナッシュたちがこんなところで、あ、こんなところでのんびりしていらないわ。とりあえずマバスに戻りましょう。畜生、本当に食らってたんだ。あ、あー、そんな、まだわからないの？大丈夫？あれ全然効かなかったらみたいな。全然効くじゃん、本当にもうバカなんだから。ま、しょうがないか。また次の人生で会えるのを楽しみにしてるよ。さよなら。そうだね、次の人生があるもんね。それじゃあ先生はショコラと先にマバスに戻ってるね。みんなも寄り道しないでまっすぐ戻ってくるんだぞ。かわいいな。あー、バーブね、びっくりした。先生って本当はすごい魔法を使えたのね。実技の方はからっきしなのかと思ってたわ。あ、奥探索させてくれないの？あ、オリーブちゃん、
気がついたよね、オリーブ。キャンディー、ここはどこ？私はどうしたの？うわー、嫌な音楽が。聞くまでもないんじゃなくて、オリーブ、心を読んでごらんなさいよ。私がいればガナッシュが助けに来る？本当に読めるのね、エニグマみたいだわ。ガナッシュをエニグマの王に？え、どういうこと？そうか、やっぱエニグマの方に、エニグマ側になっちゃったのかな、キャンディーちゃん。女の子が二人？そうそう、いたぷぷぷエニグマの森の真ん中、ブラウニーが石や宝石を掘ってるところぷ。オリーブ、あ、案内してほしいぬ。二人は友達ぬ。こっちだ。その通りぷ。よう、わかるね、ぷぷぷ。待つぬ。待って待って、鍵がいるのぷ。カチャンってぷぷぷ。かわいい。ここはキスニカ鉱山への抜け道になってて、普段は閉めてあるぷぷぷ。なんで閉めてあるかわかる？ぷぷぷ。危ないからかな。はい、じゃあ戻りたいけど、あの先が気になるんだよな。うん、じゃあそこまで行ってもう一回動画撮り始めますね。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。